リリアン・ハーベイは、イギリス生まれのドイツ人女優、歌手。会議は踊るのクリステル役などで知られる。リリアンは、ロンドン北部、現在のハーリンゲークのホーンジー、クラウチエンドで生まれた。母は、イギリス人、父は、ドイツ人のビジネスマンであった。第一次世界大戦勃発の頃、彼らは、ドイツのマクデブルクで生活しており、イギリスに戻ることが不可能になった。 それで、リリアンは、おばの住むスイスのゾロトゥルン州、ゾロトゥルンで生活することになった。1923年に学校を卒業後は、ダンススクールに通ったり、ベルリン国立歌劇場のボイススクールに通ったりして、キャリアの第一歩を踏み出すことになる。1924年、リリアンは、ロベルト・ラント監督の、デア・フロックという作品で、 ユダヤ人の少女ルートの役を与えられる。その後、彼女は、たくさんのサイレント映画に抜擢された。1925年、ライデンシャフトで主役のザオエル。歌手としての訓練を積んだがゆえに、リリアンは1930年代初頭の冬季映画創世期の際でも、女優として、成功を収めることができた。ビリー・フリッチとの最初の共演作品は、 1926年の第9種スーザンであった。二人は恋愛ストーリーのリブズワルザーで一躍1930年代初頭のドイツ映画界における夢のカップルとなった。彼らは計11作品で共演。リリアンはメディアからザ・スイーテスト・ガール・イン・ザ・ワールドの称号が与えられた。1931年、リリアンはデア・コングレスタントストに出演。 彼女が劇中で歌った、ダス・ギボット・エス・ヌア・アイン・マールは日本でもヒット。その後、この作品は英語版、仏語版も作られ、リリアンの名はドイツ国外でも知られるようになった。ハリウッドにも招かれ4作品に出演したが、ドイツ時代のような成功を収めたとは言い難かった。結局、彼女は、ジョージ・ホワイト・エス1935スキャンドルズを降板。 アリス・フェイが代役を務めた。そのアリスは一躍人気スターに踊り出た、といった経緯がある。1935年、リリアンはドイツに戻る。しかし、ユダヤ人の仲間と接触を持っていたために、彼女は、ケシュタポの監視下に置かれた。にもかかわらず、彼女は、映画会社ウーファの下で、グリュック・スキンダー、ジーベン・オーフィジェン、ファニー・アイスラー、カプリッチョ。 フラウェー・エム・ストヤーなどの作品に出演し、成功を収めた。またリリアンは、振付し、ジェンズ・キースのスイスへの亡命を手助けした。これにより、彼女は、ゲシュタポの尋問を受けることになる。その後、ドイツを脱出することを決意した。一つの理由として、不動産の財産権の消失がある。これは、ナツスに接収されたものだった。リリアンは、 南フランスコートダジュールアンティーブのジュアン・レパンに今日構えた。1940年、そこでセレナーデとミケットという2本の映画に出演。南フランスでの活動の後、彼女は再びハリウッドに活路を見出す。フランス軍に従軍する役を演じたため、1943年、ナチス政府は彼女のドイツ市民権を剥奪した。 第二次世界大戦後、リリアンは、パリに戻る。その後数年間は、スカンジナビアやエジプトを旅行する傍ら、歌手として活動した。そして1949年、ドイツに戻り舞台に立つ。1953年、デンマークの芸能プロダクション社長、ハートビグ・バルール・ランセンと結婚するも1957年に、離婚した。 そして1968年7月27日に南仏アンティーブのジュアン・レ・パンでカンフゼンのため死去。ジュアン・レ・パンに近いアンティーブのロビーアックセメタリーに埋葬された。ありがとうございます。